どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。時代に乗り遅れた男、リュウです。ナンバーズコンプリートファイル到着。皆さん、このナンバーズコンプリートファイルっていうのをご存知ですか？ご存知の方も多いと思うんですよ、このファイル。これ何かっていうと、ナンバーズと呼ばれているエクシーズモンスターたちがコンプリート、今全部入ってる、ファイルになってるんですけども、これね、YouTube ではですね、もう4月くらいから動画にされてる人多いと思うんですよ。予約注文だったんで、受注生産だったんで。私、ものの見事にですね、予約をミスっておりまして、3次受付とかで、ゲットしてるんで、めちゃくちゃ遅い。今更届きました。6月の末。これ、4月、第1次が確か4月くらいに届いてて、で、第2次が5月だと思うんですけども、第3次、なんと6月下旬っていうね、最近届いたやつなんですけども、これをね、ちょっと開封していこうかなと思っております。もう、マジで時代乗り遅れすぎだろ。もう YouTuber 全員これもうすでに開封してますからね。今更開封しても多分俺くらいなんですけども、やっていきましょう。結構厳重だな、これ。これ厳重だ。ほっ。ほっ。おっ。なるほどね。プチプチついてるパターンね。重さはね、そうだな。仮暮らしのアリエッティと同じぐらいの重さ。大体。プチプチを剥がすと。うわ。やばっ。かっけえ、ナンバーズコンプリートファイルって書いてる。あまりにもかっこいい。王の鍵のロゴもね、めちゃくちゃかっこいい。王の鍵入ってるらしいんですけど、どうやら。見てよ、これ。ナンバーズコンプリートファイル、Piece of Memories。いいね。高級感すごいよ、これ。これちなみに値段2万2000円するんで、めちゃくちゃ高いんですけど、めちゃくちゃ高いんですけど、こういうスタイルね。うおー。重厚感がすごい。表紙は運命の扉になってるんだな。これで、お、かっこよ。金ピカやんけ。見て、ほら。めちゃくちゃ高級感溢れてますな。すごいですな。これはなんだ？あ、これはあれか、表紙か。この扉を開く者は新たなる力を得る。しかし、その者は代償として、一番大事なものを失う。ちなみに私が今一番大事にしているものは、重課金しているファンタのアカウント。カードを収納しておくファイルみたいな感じか。おい、かっこよ、かっこいいこれ。見て、かっこ、見えねえか。かっこよ。ちょ、やばいこれ。これ王の鍵。あ、ちなみに、僕アマゾンで買ったなんかようわからん王の鍵を持ってるんですよ。それと比べてみます、一回。ちっさ。これアマゾンで買った王の鍵。ちっさ。アマゾンで買った王の鍵、ちっさ。だいぶ重くなってる感じなのかな。あ、すごい重いわ。なんか3倍くらい重さ違うわ。まあ、これが本物だと思うんですよね、基本的には。こっちは本当アマゾンで買った、まあ、パチモンみたいなもんなんで、これからはこちら本物の方をつけていけるということで、非常に嬉しい。これ毎日これつけて実況しますからね、私は。あれだわ、ファイリングしちゃって、これ出して、で、この、ここに、これ入れた状態で見ていこう。おっしゃ、ファイリング終了。まあ、めちゃくちゃ疲れたわ。150枚くらいあるからな、カード。ファイリングするだけで火狂ったわ。早速ね、ちょっとファイリングしたカード見ていきましょう。まずこのファイルがめっちゃかっこいいんだけどね。いいね。はい。まあ、ちょっと全部は、取り上げられないんで、普通に雑談みたいな感じで、ラジオ動画的な感じで聞いていただければなと思うんですけど、主に、まあ、デュエルリンクスとかで活躍していたカード、もしくは、デュエルリンクスに来てほしいと思っているカード、あたりを中心に喋っていこうかなと思いますけど、ラッキーストライプはね、これね、ぶっ壊れてまして、このモンスター。なんと、デュエルリンクスこれ、確定で初手出せるんですよ。迷宮兄弟の、脱退魔人将来っていう、なんか、劇的にやばいスキルがありまして、最強スキルを使いますと、絶対出せます。初手で。めちゃくちゃ強いです。以上。ダイソンスリア来ましたね。これダイソンスリア最近来ました。これ、別に強くないです。V 来ないのかな ?V って使ったカードめちゃくちゃ少なくて、ゼアルだと。もしかしたら V 来ないかもしれないです。キャラクターとしては。3は来そうですけど、オーパーツは。めちゃくちゃなんか今カードとして実装してきてるんで。3は来るかもしれないけど、ちょっと V は来ないかもしれないですね。フォーさんは最近来ました。ビッグアイ。これ欲しいですね。ぶっ壊れてはないと思うんだよな、ビッグアイ別に。まあ、そもそも起動効果の時点で、やっぱその除去が飛んでくる環境なんで、どこでも。そんなにいいかなと思ってるんだけど、まあ、ブラックマジシャンとかレッドアイズとかから飛んでくるイメージですよね、ビッグアイって。まあ、効果は相手パクるっていう。
効果なんですけど、簡単に言うとね、これめちゃくちゃ強いですね。ブラックマジシャンとかあたりだとこれぶち込む感じになるんだよな。今ドラゴサックは一応いるんですけど、デュエルリンクスには。ランクなら他に6ライスないんで、タイタニックモスとかしかないんで、この辺欲しいですね。M 字会議がイニオンジョイトさんは来ました。最近ね、ギミックパクト4さんがキャラクターとして実装になりまして、こいつ来ました。ギミックベットリッキー、マジでやばくて、デュエルリンクス。ね、スキルぶっ壊れてるんですよ。なんかありえないスキル実装されまして、縛りきついんですけど、デッキ内の。なんかその、愚かな埋葬した上で、デッキからデストロイ出すっていう、ギミックパクトの。マジでやばいスキルが実装されまして、なんかその、モンスター特殊召喚した上でなんか愚かな埋葬するっていうのが、手札消費0までできるっていう、やばいスキルが実装されましたね。結構強いです、ギミックパクトデッキも。ショックルーラーとかは、まあ、未だに禁止カードですから、まあ、これは一生来ないでしょうね。はい。プレインコートは結構ね、活躍しています。デュエルリンクスでも。これハーピーレディとか、なんか、同盟モンスターがめっちゃ並ぶデッキだと、これ出したら強いじゃないですか。結構ね、こいつ活躍してるんですよ、実は。あ、これ。フランケンって名前がついてるモンスターね、ロックなモンスターおらん。やはり。デビルフランケンしかり、こいつしかり、ガムシャラっていうね、ガムシャラっていうマジで、やばすぎるカードがあって、ガムシャラとかとスパイクシードとかと組み合わせると、バイーンっていう、ことができるんで、よかったら動画見てください、これは。リュウさん、お得意のクソレッキが炸裂しますんでね。ド級戦艦は、超ド級砲塔おっぱいと言われている、アンナさんね。アンナさんはそろそろ来てもおかしくないと思ってて、列車デッキですね。列車ってめっちゃ強いんですよ。ワンキレ能力が高いんで、あれ欲しいなと思ってますね。超ドキおっぱいさんはそろそろ来るかもしれないです。あ、これ、アシットゴーレムは、これね、来てもいいかなと思ってんだけど、ランク3で、3000-3000っていう迫力の性能してるんですけど、どっちかというと自分でぶん殴りに行くよりも、その相手に送りつけるっていう使い方するんですよ。ゴーレムっていう名前が付いてるモンスターも、大体なんか、ろくなモンスターいないんですけど、このモンスターも結構欲しいな。これをなんかその、地のマジックボックスまで送りつけてロックしたい。外役実況者、真骨頂発揮できそうだから、欲しいですね。そんな感じかな。スパイダーシャーク、これ、やっぱデュエルリンクスにおいてはね、スキルの概念があって、サメの領域っていう、なんかその自分のフィールド上の水属性のモンスターなんか全部レベル4にするみたいな、やばいスキルがあるんですよ。それでね、めちゃくちゃ活躍してます。スパイダーシャーク。これ、海洋と組み合わせて、マジでぶっ壊れた展開できるんで、まあ、OCG とは違ったね、デュエルリンクスの強い点は、そういうところかな。スキルと組み合わせて、マジで超強くなってるっていう、スパイダーシャークが。で、ランク8はね、タイタニックギャラクシーあたり、そろそろ来てもいいかなと思ってますね。個人的には。強すぎるかな。強すぎる可能性はある。これ、OCG でも多分まだ現役のカードだと思うんですけど、ランク8といえばタイタニックギャラクシーとか、インギルスとかっていう感じになると思うんですけど、こいつは、魔法カード一回止めるんですよね。あとは攻撃してきたなんか対象を変更できるみたいな効果もあったけど。こいつはすげえ強いですね。ランク8って今、ほんと6のやつがいないと思うんですよ、あんまり。先行で立てるランク8って、まあ、弱いのしかいないから、サンダルフォン立てるかな、今。タイタニックギャラクシーとかは欲しいですね、普通に。で、まあ、ホープがここにいると。で、ストリングスも最近来ましたと。代役実況者としては、一番欲しいカード、これですね。バグですか。これめちゃくちゃ強いんですよ。このモンスター。めちゃくちゃ強いっていうか、ロック性能が高いです。これ守備表示で置いとくと、なんか、竜破壊の原始、バスターブレイダーみたいな感じになるんですけど、相手のモンスターが全部守備表示になって、あ、自分のですけど、モンスターが全部守備表示になって、効果発動できないみたいな感じになるんですよね。これすごい強くて、バグースター。これはね、欲しいですね。外役ロックに使いたいなっていうふうに思ってます。はい。どうも、ゴミ実況者です。すいません。この辺は、ブラックコンゴとかもね。これもなんか、実は強そうに見えて、誰一人使ってなかったっていう。使われたとほとんどねえからな、これ。ナイトメアシャークとかの方が、なんなら使われてる感じするな。ライオンハードもいんな。この辺は、こいつとか来てもいいんじゃない？別に。ギャラクシーライズプライムフォトンドラゴン。これ、まあ、一応エターナルギャラクシーとかから出してくるモンスターだと思うんですけど、これは来てもいいんじゃないかなと思いますけどね。もうそろそろね。バックザコックとかは結構ね、強いと思うから、こいつとかはね、なんか悪さできそう。来たら、何の効果も受けないっていう効果を持ってるんですよ。自分のフィード上に、こいつ以外のカードがなければ、何の効果も受けないっていう効果を持ってるんで、こいつめちゃくちゃ強いんですよね。効果自体は遊戯王最強のテキストを持っていると。ああ、そう、さっき言ったサンダルフォンとかこの辺だな。あ、デッドリシーンとか、この辺だね。デッドリシーンとか、あと、サンダユーとかも割とリンクスでは活躍してますね。リバリアンシャークね、ランクアップマジックがまだデュエルリンクスには実装されてはないんですけど、ランクアップマジックが来たら、リバリアンシャークとかは結構活躍してくれそうな気はするけどな。このランクアップマジックを、デッキトップに置くっていう効果
持ってるんですけど、でこの辺はあのね、グラディエールとかはね割と強いから、これを着てもいいんじゃないかな。これ結構強いですよ、こいつ。こいつ俺ブラックマジシャンデッキとかに入れてたから、レッドアイズデッキとかに入れてたから、普通にこいつは強い。あ、セブンシンズもまあまあまあ強いですね。これこの辺ももうなんか着ても、いつ着てもおかしくないわ。デュエルリンクス、インフレが進みすぎて、新生のカイザーさんもリンクスで割と強い方で、スペリオルドーラさんね、超ド級ホートおっぱいさんが、あの、出してくる、まあ、最強モンスターですね、これ。こいつもね、結構遊戯王界最強系のテキストで、なんか、他の効果受けないっていう効果を持ってるんですよ。こいつすげえ欲しいですね。列車そろそろなんか、来てもいいかなと思ってます。リンクスには。この辺は、あ、デスティニーレオさんじゃん。デスティニーレオさんはあれですよ。フラグ建築お得意ですから、フォーさんがね、このモンスター出して、このモンスターにカウンターが3つ置かれた場合、俺はデュエルに勝利するって言いながらね、いや、絶対、それ、負けフラグじゃねえかって言われてた、当時ね。そういうモンスターですね、これは。ロングミラーとかも割と強いよな。こいつも結構なんか強かった気がする。で、誰一人使ってないクイーンオブナイスとかもいますね。ペインゲイナーとかね、この辺も欲しいね。はいはい。あ、サンスパとか、あ、ハートアースはね、ここ欲しいですね。ここ欲しいですね。まあ、リュウさんって基本的にその、まあ、タイプ的に言うと、図鑑で言うと、なんか脳筋のページに載ってるじゃないですか。脳みそが筋肉でできてるページに載ってると思うんですけども、こいつもね、めちゃくちゃ強いんですよ。効果はめっちゃ強いし、除去能力持ってるんですけどもね、これ脳筋なんですよ。どっちかっていうと。こいつね、自分の効果で戻ってこれるんですけど、なんかその、こいつが、その戻ってきた時に、なんか除外してるカードの数から1000ポイント打点アップするみたいな、なんかダイーザとか。あっち系の方が持ってるんですよね、このモンスターって。これすごいね、脳筋力が試されるデッキになるんで、これはねちょっと組んでみたいなと思ってますね、来たら。あとはまあ問題児ダークマターとかもいますね、この辺には。あ、ブラックミスト、ランク2だともうこれ来てもいいかなと思ってるけどね。もう黒い、あの黒いアストラルさんが、あの使ってたこのブラックミストっていうモンスターね、これ絶対あの相手のモンスターとの戦闘で勝てるみたいな感じなんですね。あのフォースするみたいな、相手のモンスターフォースするみたいな感じなんで、こいつ結構強いです。戦闘ではね。まあ、こんだけフリーチェーンの除去が流行ってる環境なんで、まあ、ミストさんは来ても別にいいかなと思いますけど、あ、こっからナンバーズ100なんで、オーバーハンドルナンバーズが出てくりますけども、まあ、この辺はね、強くなってくるんだよね、だいぶ。オーバーハンドルナンバーズって大体強いんで、結構ぶっ壊れモンスターが、といっぱいいて、例えば、まあ、シャークライドとか、これとかは多分、デュエルリンクス2歳もまだ来て、来ちゃダメな性能してますよね。これランク4で作られて、相手のモンスターパクるっていうモンスターなんで、これめっちゃくちゃ強いんですよ。これとか、あとジャイアントハンドとかね、これもめっちゃ強いですよね。これも未だに現役レベルなんじゃないの？これ相手のモンスターの、もうデモンズチェンスみたいな感じなんで、こいつもめちゃくちゃ強い。この辺はね、結構有名かな。あ、これね、これやっぱこいつですよね。ナンバーズ107、ギャラクシーアイズタキオンドラゴン。もう最高にかっこいい。ね、トゥエンティーズシークレットはね、多分ね、俺ね、タキオンが一番かっこいいと思う。カードの中で、遊戯王カードの中で。こいつめっちゃかっこいいんですよ。やっぱね、カードって、なんか、色に、が違うじゃないですか、エクストラモンスターって。黒いカードってやっぱかっこよくて、黒に赤って、色味として俺すごい好きなんですけど、このカードのトゥエンティーズマジ、ぶっ壊れレベルだらかっこいいんで、こいつのトゥエンティースシークレットを見た瞬間も行ったもんね、もう。別に強くないから、多分来てもいいと思う、これ。そして、デュエルリンクスにも。ミザエルさんが来ないといけないんで、ミザエルさんがキャラクター、プレイヤブルキャラクター化した時に来るのかな。ミザエルさんはキャラクター化するのかな、多分。もう結構カードを使ってるカード、まあ割と多いんで、キャラクター化してくれそうではありますけどね。あ、で、ここは、あれです、ホープの。ホープ、シャイニングナンバーズとか、フューチャーナンバーズとかが、ファイリングできたんですけど、今、この現状、デュエルリンクス、ホープダブルとかホープレスライトに来てもね、全然驚かないし、あと、オノマトランスを、ちゃんとホープで使ってあげたい、俺は。今、ほんと、ユーマのデッキって、マジでホープのほの字もないんですよ。ホープのほの字もないんで、できればね、ホープを使って勝ってあげたいんで、ホープダブルとか、ホープスライトニングを実装してもらって、で、オノマトランスをホープ用の一機として組み替えてあげたいなと思いますね。で、問題児ホープゼアルね。まあ、問題児はヌメロンだったんだけど、まあ、ヌメロンっていうなんかそのカードが強すぎて、ホープゼアル、今禁止になりました、これ。最近ね。で、こっちがカオスナンバーズか。カオスナンバーズは、ホープレイビクトリーは欲しいな。これ相手の、なんかモンスターフォースするみたいな感じだったっけ、確か。なんかワンキできんだよ、これ。これ強いんだよ。これ打点アップしたらなんか勝ちみたいな感じなんだよ。こいつとかは割と結構ね、かっこいい性能してるんでね。脳筋実況者は私には鬼への性能しているから。これやめ落ちした、ゆうまくんがやめ落ちした時に出すやつでしょ、これ。確か。あとは、ディザスターレオ出た！出ました！最強モンスター。これ多分、デュエルリンクスに来たら、ぶっ壊れます、これ。これめっちゃ強いんですよね。
おえライフポイントが2000以下、相手のライフが2000以下でこいつの素材がなかったらデュエルに勝てるっていう効果してるんですよ。特殊勝利ってやつですね。これデュエルリンクス来たら、あ、ちなみにこれ自分の素材を外して相手にバンダメージ与えるっていう効果を持ってるんですよ。だからそのバンダメージを使って相手のライフを削ってって、でこいつの効果で勝利するっていうデッキになると思うんですけど、デュエルリンクスって本当にライフ4000しかないんで、この効果めちゃくちゃ通ると思うんですよね。これめちゃくちゃ強いと思います。まあ、ただ、バンダメージが1列3弦になってるから、頭おかしい。あれ、マジで頭悪い。バンダメージ1列3弦にゴーサイン出した、コナミ社員、マジで反省して。今期、来期、再来期くらいまでのボーナスカットでいいわ。マジで頭悪いから、あれ、本当に良くない。修正は。ちゃんと考えて修正しよう。エラッタするんだったら。この辺は、出た。カオスナンバーズ、かっこいいよなぁ。このね、やっぱね、赤い王子っていうのは、ね、ロマンなんですよね。やっぱ、この辺だとこれかネオギャラクシアイズ、タキオンドラゴンな。カオスナンバーズ107。こいつとかもなぁ、めっちゃかっこいいんだよなぁ、まあ。タキオンがランクアップマジックしてこれになるっていう、まあそういうことなんですけども。この辺はちょっとまだまだ来ないでしょうね。カオスナンバーズはランクアップマジックがそもそも来てねえし。まだね。スキルでさえも来てないからね。で、こっちがなんか、入ってたから。まあちなみに新規は、この辺なんですけど、あまりにもちょっとテキストが長すぎて、読む気しないんで、気になる方はね、調べてください。はい。というわけで、最後にね、私がね、今、第1、デュエルリンクスに来てほしいモンスターランキング第1位を発表してね、終わりにしましょう。で、私が、デュエルリンクスに来てほしいモンスターランキング第1位は、バグースカです。ゴミ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。